皆さん、こんばんは、マーティーン、ダーアルミャクブイキントクです。テレビの窓にり、オイスパート2行きます。東京地検、上塞部、これ、ヒーローですね、これ、キム・タク、松高子、あと、よし、確か現在北川恵子さんやってましたね。このヒーロー、あの、いろいろな席、クリューさん、いろいろな検事、牛丸部長、あとはもう、配置通りですね、はい。このオフィスもすごいです。3、4階にあるそうです。これ、弁護の場所、地検部ですね、はい。検事室ありましたね。確か、グッズ、通販グッズ、置いたもの満載です。 あるよという、あの、バーのマスター、本当に、激素まです。ものまね合ます。あるよ。はい。そんな感じ、このバーも本当にテレビスポーツ中継、これいいですね。はい。クリューさんの部屋も確かに、えー、用意、厨房もあっていいですね。模型。入ってみたいです。あと、ドイポークーラーテスの誓い。これもありましたね。10月2日30日。ワウワウのドラマ。その建物。 浦和医大病院の解剖室この解剖室も確かに仮想圏の女みたいな建物解剖台あっていろいろはい突き抜けはいこれね研修先は人気のない法医学教室これ人気ないくて驚きましたいやーこれ暗いとこあります正義のせいで同じも竹村豆腐店県自宅豆腐店自宅この豆腐のお店があってねはい茶の間小庭これ普通の家ですねこれ再現した豆腐店いいですねこれも。 2階もちゃんとありますね、はい、イノセンスこれね冤罪弁護士これ日テレ日本テレビ系保守堂法律事務所これ法律事務所ですねはいスペースあってアプローチあっていろいろありますねはいこれも間取り魔法の間取りが本当にすごいですやはり家事はすべてフェイクです偽物ですねはいというわけで以上ですバイバイ